こんにちはなんだぜ。今回もアイテムショップを漁っていくぜ。え？何？テレビ枠があるって？それはだな、スターワンドが再販された翌日に再販されたオーラを購入した動画をテレビで映してるからだぜ。え？画質悪いって？ごめんだぜ。主が金欠すぎてキャプチャーボードを買うお金すらないからだぜ。まあ、普通にお金がなくなった理由として、主がスイッチに対応してないキャプチャーボードを買ってきたからだぜ。普通に考えて、主がイラチなだけだけどな。よ、イラチじゃねえよ。そうか、そうか。イラチじゃないのか。カッコ棒をつけるなし。ごめん、返答に困るコメントだったから。返答に困るからって、さっきの返しはちょっと。ごめんって。アイテムショップにある種類いろいろあるね。本当に。このスキンもいいね。おい、著作権的な問題が。何言ってるんだぜ？著作権的部分の音は削除したに決まってるだろ。著作権気にせず動画作るか、アホ。何もそこまで言わなくてもいいじゃん。お前にはこのくらいがベストだぜ。ベストとかないだろ。ビルドアップもいつか買いたいな。あ、そうだ。思い出したぜ。買ってほしいのがあるんだぜ。なんだ？この画像わかるか？あ、メインフレームブレイクパックが買ってほしいのか？そうだぜ。この可愛いスキンが欲しいんだぜ。じゃあ、こっちで購入を検討しとくよ。よろしく頼むぜ。このスキン、地図にある地形がそのままマップになってて面白いデザインだぜ。レイブンのバンドルもいいね。間違えて、購入ボタン押しちゃったぜ。このスキンもかっこいいぜ。何でも買いたくなっちゃうんだぜ。オーラ買わないの？か、買うんだぜ。買うけど、目移りが激しいんだぜ。おい、まさか、スターワンドを返品する気じゃないだろうな。そんな、面白くないことして何が楽しい？買ったものをそんな返品するわけないじゃないですか。じゃあ、なんで返品リクエストが1個しかないの？テストで、返品しただけだ。以上。はい。なんでバトルパスの画面に戻ってるんだし。いやー、こっちにも欲しいスキンがあるから、早く欲しいなー。ってな。どうした？放置か？そんなわけないんだぜ。お、ついにオーラ買うのか。買うと思うじゃない？買いませーん。うざいな。そうでもしないと生きていけないって。何？人に煽ったりしないと生きていけないの？そうだな。煽らないと生きていけないかもな。そういえばなんだけど、いつこの動画の編集したんだ？4月の24日だね。結構遅くねえか？だって、撮影したの4月19日だぞ。ああ、それはな。2回のデータの破損が原因だぜ。2回も。そうだ。完成してあとアップロードするだけのところでデータが破損して最初から作り直しになったんだぜ。そんなことも知らずに。ごめんな。大丈夫だぜ。とりあえず、編集お疲れ様。ああ。勝った。おお、ついにチョコプッキー。もうオーラが来たんだぜ。早く使いたいんだぜ。じゃあ、明日は私たちだね。じゃあ、クレイターから心ができたね。いやー、この画面の時ってやることないよな。それな。今回の動画はちょっと長すぎる気がするんだぜ。あー、やっと読み込まれた。そういえばだけど、オーラとスターワンドの組み合わせはあまりいい組み合わせじゃないと言われてるね。なんでなんだぜ？オーラの伝説はクソバスキックが使うスキンって伝説があるんだよ。何？
なんで、賭博キッズが使うスキンっていう伝説になったんだぜ。それはダメ。この裏を使うキッズがいろんな人に死体打ちをすることで、誰かがそのやられた話を誰かに広める。この繰り返しでどんどん裏を使う人は大体賭博キッズっていう理解になってしまったという噂があるんだ。噂？まあ、噂というよりその裏の悪のイメージが広がった頃にはすでにフォートナイトをプレイしてた友達の話だけどね。まあ、私はみんなにそんな印象なんか与えないんだぜ。まあ、頑張れよ。なかなか、ゲーム始まらないね。まあ、しょうがないよな。あ、ちなみに今回のゲームの種類はチームランブルです。あと、ここから先は画質悪くて建築もエイムも弱すぎる僕のクソ下手なプレイをご覧ください。喋らないですね、この動画の終わりくらいまで。最後まで動画見てくれてありがとうなんだぜ。もしよかったらこのチャンネルの登録、高評価、通知オンをお願いします。投稿頻度はまだまだ遅いけれど、これからもいろんな動画を作ったり投稿したりするので、ぜひ見に来てください。じゃあねー。